部長です。紬だよ。今回は新しく見つけたツアーの方。それでこの場面からか。ここをまずは右ね。いつもはセーブポイントからだが、ちょっと部屋をまたぐのが多くなるからと思ってね。なんで途中からにした？マップも見せたし、どこから進んでいるかはわかるからいいか。最低限それくらいはね。とこれなら上から行ってみるか。ここ一軒。右にも回転場があるから気をつけないと。と。どういうタイミングで行くかだな。少なくとも右の足場に乗れるタイミングで行くしかないよね。空中で時間稼ぎってこともできないし。これだ。同意書か。まあ悪くない。預けられるお金も増やさないとだし。確かにお金もどんどん稼げるようになってきたな。マックスまで預けても余るからね。常に持ち歩くのも危ないし。まあ今のところ回収できなかったことはなさそうだが。でもいずれはできない場面も出てくると思う。うちにも慣れてきたか。避けていたらいつまでも倒せないからね。とここも上から行ってみるか。特に難しくはなかったか。でも慎重に行かないとダメなところだったね。塔上は進行できない。それ以前に届かない気もするが。確かにだね。回収したし右。ここ単純に上に行くためにあった場所か。みたいだね。よし、無事に戻ってきた。どこの雰囲気？ボスか。真ん中まで来たけど特に何も起きないか。だが怪しいことには変わりないな。別のタイミングで何か起きるのかもね。なんか新しい敵。そこまで強くなさそうだな。通常攻撃3発ならね。左はもうないね。と。樽に隠れているとかあるんだな。気をつけないとあっさりダメージもらうパターンだ。てはや。今の何だったんだろう。エフェクトがあった異常攻撃だったんだろうが。自爆しようとしたのかな。それは考えられるな。またいるし。これだ。自爆して魔法か。床から氷の槍ね。とこんなところにも。よし。では降りていくか。さっき落とした敵も待ち構えているからな。それあるね。冒険は余裕だな。簡単の攻撃力がかなり上がってるからね。これでいなくなったかな。大丈夫だな。またいるし。あとまたどこかに隠れている。できた。奥にも。ある意味自滅してくれるのはいいな。ジャンプしての着地で出てくるとどうしようもないね。この通路も怪しいな。
上に向かうか。これだとアイテムでしょう。そうだ、この攻撃はスキューのグレートソードね。前回は装備だけして見せてなかったんで。なんか発生が遅かったな。やっぱ大剣っていうぐらいだし、あれも常に出せれば使いどころはありそうだが。ま、で今回は地中に潜っていたか。ほんとやらしい。よし、これでルンを。フルムーンイージスか。また名前だけだと意味不明と。ここでメニュー開けたんだ。これだな。背後からの攻撃をガードできるようになる。そのようだな。イージスは盾としての意味か。フルムーンは背後もカバーするからってところだな。悪くないけど場面だな。じゃあこれでしたかな。すでに樽が壊れているからそっちは入ってきたところだな。止まった。もう下に固まっちゃったな。またこの辺いそう。大丈夫か。大丈夫かな。とこれは遺骨か。壊れない樽、これな。来た。これでもう大丈夫。遺骨は回収してしまったがな。まあいいじゃん。こっちはこれで終わりっぽいな。お金を回収してだな。いると思ったけど。で、なんか見事にはまったな。背景だと思っていた壺から地上から出てきたと思っていたやつもそういうことかもな。その方が正しいかも。おっくらげの標識。中央以外にもセーブポイントがあったか。とりあえずセーブポイントに向かおう。だな。それを踏んじゃえばまたここまでってこともないしね。よかった。無事に踏めそうだな。ふっ、とりあえずお金を預けるかな。あと1000ぐらいは預けられるか。そしてるんで。って3つも石が必要。これだと外さないとか。完全にどれか外さないとつけられないなら、ここでの装備は見送りかな。でこれから、まずは中央のクラゲの上から見てこようか。戻るのか。テレポートできるからすぐだよ。ではこの上ね。この隠し通路のところだな。早い回転馬か。いかにもアイテムって感じだな。で、久しぶりで油断したな。でもここからでラッキー。それに回復もできたな。ここからは落ち着いて。上は槍が見えてるしな。よし、こっちだったか。あと3つ。結構遠いな。ショップで買えたとしてもあと2つだしね。これでここも終わり。確か中央からはもう行けるところはなかったはずだから戻って新たな場所ね。ではこの左の部屋の下に向かってみよう。
結構下に降りてたな。この下からね。まあ、あからさまにいそうだったしな。ここにも。よし、次だ。おい、これ。なんか戻れなさそうな。まあいいか。戻るとしたらこの先からか。しかないでしょう。で、これはボスか。しかもよく見たら行き止まりじゃん。まずは攻撃を見た方がいいな。単発と連撃か。体当たりもあるようだな。あの体当たりはダシカンタか。まずはこれを見極めた方がいいな。2回目までちゃんとガードしないとドヒルンだ。タイミングがずれたな。まだ調整が必要ね。ここまでか。最初だからまずまず。強化が来たか。さて次はどんな攻撃が。というかが。氷の槍か。これ対応できるようになったか。 100% じゃないけど。やはり急には難しいか。でもなんかやれてるな。まあここまでに何回もやられてるから。先は長そうだな。まだあるの？第3段階か。で、この攻撃一気に持っていかれたな。ふっ。どうした？やっぱ何回やってもダメだ。これは一度別のところに行ってからに。当てがあるのか。一応ね。検視してて気づいた場所、この右側。確かに通路としてはあるが。ちなみにこの右はダメだったんで。まあ鍛えてくるのもありかもな。そういうことで。